8割嘘で2割が冗談、ギター芸人ダオです。前から俺はやりたい曲とか演奏したいなって思うものに関しては何度も聴けと、たくさん聴いてくださいっていうことをずっと言ってきました。でもね、なかなかたくさん聴けないっていう人も中にはいると思うんですよ。なんでじゃあたくさん聴けないのか、飽きる聴き方をしているからですよ。例えば YouTube なんかで音楽を流してそれを聴きますよね。でそこに含まれている情報っていうのはいつも一定ですよね。なんかこの人が聴いた時よりもこっちの人が聴いた時はギターのパートがもう一つ増えるとかそういうのないじゃないですか。基本的にはずっと一緒じゃないですか。でもその一曲に含まれている情報を読み取るという意味ではみんなそれぞれ個人差があるんですよ。なので聞こえてきたものに対してどういう情報が含まれているかっていうのを聞きながら分析していくっていう作業をしていくと飽きが来ないんですよ。分かりやすい例で言うと、例えばドラマを見てるとするでしょ。 DVD かなんかでずっと見てると、で同じものを見るんだけども、そこに映っている主になるもの、例えば役者さんが会話しているシーンがあったとするじゃないですか。で映像はその情報一つなんだけども、後ろの背景はどうなんだろうとか、流れてる BGM はどんなものが流れてるのかとか、そういう主になるもの以外のものに目を向けてみるってことですよ。そうすると一つの場面もすげえ面白くなるでしょ。この場面でこのシチュエーション、外なのか、まあ、中なのか、なんでこういうシチュエーションでやってるのかっていうのは必ず意味があるんですよ。でなんでこういう BGM が流れてきてるのかっていうのも必ず意味があるんですよ。この意味って何なんだろうって考えてたらめちゃくちゃ面白くないですか。音楽も一緒なんですよ。流れてきたものに対してボーカルの声、歌詞の意味、それからギターのパート、ドラムのパート、ベースがどうやって弾いてるのかね、ピアノの人は何をやってるのかな今とか、そういう風に興味を持っていくと一曲聴くのに1回2回じゃ済まされないですよね。でもっと言うなら、例えばボーカルの人がボーカル聴くのは当たり前なんですよ。でボーカルの人がどうやって歌っているのかって研究するのもまあ当たり前じゃないですか。じゃあブレスのポイントはどこなのかなとか、どういう長さで伸ばしているのかとか、伸ばし方にもいろいろあるじゃないですか。フェードアウトしていくのか、吐き切っていくのか、ビブラートをかけていくのか、ブツって切っちゃうのか、なんかそういう細かいところを見てあげたら一曲にかなり情報が溢れてると思うんです。これどのパートでも一緒です。ギターの人、ボーカルが歌ってる間お休みだけども、俺だったらこういう音欲しいなとか、そういうイメージをどんどん頭の中で膨らますんですよ。どんどん膨らます。まだ楽器持たなくていいです、その段階では。で頭の中で自分で鳴らした音を想像して、その場面が来た時にその音を当てはめてみる。でそれを何度も何度も繰り返していくうちに自分のフレーズになってますよ、その間には。でそれを表現するために練習をする。で当てはめてみる。かっこよかったら OK じゃないですか。ダサかったら排除でいいじゃないですか。でダサかったら使えないの無駄じゃんって思う人いるかもしれないですけども、その間練習したりとか耳のトレーニングしてるんで、こんなに効率的な練習の方法はないんですよ。音楽に触れてる時間で無駄なことなんか一切ないですから。だから常に音楽に触れていって、その一曲もしくは A メロだけ、 B メロだけ、サビだけでもいいです。部分だけでもいいから、いっぱい情報を集める。読み取れる情報が増えれば増えるほど自分の選択肢も増えていくので、どんどん自由になっていくんだと思います。知らんけど。だから今日から音楽を聴く際、テレビを見る際、何でもいいです、 YouTube を見る際ね、主になるもの以外のところに目を向けてみてください。で何度も何度も見たら見え方がだいぶ変わってきますから、それを楽しみとしてこれから過ごしてみてください。今日はここまで、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。